食劇の相馬は、つくたゆと、佐伯春による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて2012年52号から2019年29号まで連載された。名門料理学校、円月学園を舞台に、下町の定食屋の息子である、料理人の少年、公平はじめしんの活躍と成長を描く料理、グルメ漫画。ウェブコミック配信サイト、少年ジャンプにて、 死の宮小次郎を主人公とした本作のスピンオフである直撃の総マレトワールエトワールマイナスが2015年2月から2019年6月まで連載された。2015年4月からはテレビアニメが放送を開始し合計5期制作されている。単行本題1巻は発売直後から予想を上回る売れ行きを見せ、異例の速さで10万部の重版がかかり、 発売2週間で20万部を超す勢いとなった。テレビアニメ化以降も順調に売り上げを伸ばし、2019年12月時点でコミックする意見発行部数は2000万部を突破している。第9回全国書店員が選んだおすすめコミック第3位、みんなが選ぶツタヤコミック大賞2018グルメ、漫画部門、大賞受賞。名門料理学校。 円月学園を舞台に、下町の定食屋の息子である、料理人の少年、公平はじめ心の活躍と成長を描く料理、グルメ漫画。料理対決や登場する料理の意外性に加え、登場人物が料理を食べた時に放つリアクションが、お色気要素に近い大行なものであることが、特徴である。タイトルの、食劇とは、作中の用語で、料理対決を意味する。 本作品の企画は、作者と編集のバカ話から偶然生まれた。少年ジャンプネクスト2012スプリング関東カラーに50ページで読み切り版が掲載された後、週刊少年ジャンプ2012年52号より、連載が開始された。2013年4.5合併号掲載の、第5話以降は料理研究家の森崎由紀が協力しており、食のアイデアなどを提供している。 お手軽なものから本格的なものまで紹介されるレシピもこの作品の魅力の一つとなっている。単行本では作中に登場した料理の一部レシピや連載時点では使命不詳だったキャラクターのプロフィールが紹介されている。下町の定食屋の息子、洸平はじめシーンは家業を手伝いながら父、洸平上一郎を超えるべく料理修行に励む日々を過ごしていた。 ところが、中学校卒業後は家業を継ごうと考えていた、はじめしんをよそに、上一郎は店を数年閉めると宣言して海外に渡る。上一郎の命により、長名門料理学校、円月作料料理学園の高等部に入学した、はじめしんは、持ち前の料理のノウハウを駆使して料理人として、成長していく。担当声優は、突起がない限りテレビアニメ版。 曲性量演月実決評議会エリナ新体制時のメンバー。物語開始時点のメンバーは、第90期卒業生を参照。高等部3年高等部2年高等部1年学園 OB、第90期卒業生学園関係者、なきりインターナショナル中枢微食期間園ガツリゾート秋の選抜審査員スタジエール関係者、実決一覧表本作のプロトタイプ。 少年ジャンプネクスト2012スプリング掲載単行本一巻収録。相馬とエリナの人物設定は概ね連載版と同一だが、こちらでは円月学園入学後から話が始まっており、エリナ中心の描写が多い。円月学園に編入した公平はじめシーンは、泣きりエリナの調理演習に一度も出ていないことを指摘される。だが、はじめまは、エリナの料理を つまらないと一周したことでエリナや、側近の生徒たちから怒りを買い、側近にして、円月実決の一人であるジュ樹ロッシ、し、オトメと直撃を行うことになる。直撃では、卵を使用した料理というお題のもと、サオトメは牛ロースのフリッタータを作り上げ、はじめまは卵かけご飯を作り上げる。数々のブーイングを受けるも、エリナの舌を満足させた、はじめシンが、 直撃に勝利する。集英社のボイスコミック、バミックとして、2013年7月に、ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバン、にて放送され、同年8月からバミック公式サイトで配信された。2015年4月から9月まで、第1期、2016年7月から9月まで、第2期、直撃の相馬にのさら 2017年10月から12月までと2018年4月から6月まで、第3期、直撃の相馬さんの皿、2019年10月から12月まで、第4期、直撃の相馬神の皿、2020年4月から9月まで、第5期、直撃の相馬号の皿が放送された。監督を込め谷義とも、アニメーション制作を JC スタッフが担当する。 すべて集英社発行なお、英語版、フードウォーズ、食劇ノーソーマは、ビズメディアを経由してジャンプおよび単行本形式で販売されている。以下の出展は、集英社の本来のページ、書誌情報の発売日の出展としている。食劇の相馬最強のレシピに関するカテゴリー、職劇の相馬友情と絆の一皿に関するカテゴリー、職劇の相馬レトワール。 エトワールマイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。